盗賊の旦那、また漁師が一人やられた。くそ、奴らまた海の上で襲ってきやがった。休め。すみません旦那、情けねえや。いや、アーマ、またえずいことじゃか。ああ、アウギュステの漁業組合も最近の事態をつづないと思うちょる。どうにかしゃあせんと。密漁者どもめ、聞けばよろず屋さんが腕のええ菊師を手配しちゅうが。いらん。ほがなこと言うな。漁師バーで解決したいち言うのもこたうが、時間もないやか。クイーン、シェロカルテさんの紹介じゃき、必ず解決してくれるちや。好きにしろ。カレン、ここにいたか。ずいぶんご機嫌じゃねえか。やれやれ、何かいいことでもあったか。だってアイゲン、海だよ海。私ずっと楽しみにしててさ。見たよ見たよ、この水着、今回のために特注したんだから。これ着てビーチで遊んで、海の美味しいものもいっぱい食べて、貯めてたお金パーッと使うの。わかったわかった、羽伸ばすのはいいが、あんまり無茶はするなよ。なんかあっても私と団長がいれば大丈夫だって。やれやれ、お前に何かあったら、いとこからお前を預かってる俺も顔向けできねえからよ。うるせえな。なんだあの嬢ちゃんは。私カレン・エスタペーラって言うんですけど。はあ、エスタペーラってと、いとこの。世界中を見て回りたいんだよ。だけど親は家の仕事を継がせようとしてきて。
だからお願い、オイゲン、私を一緒に連れてってよ。やれやれ、何言ってもついてくんだろうな、こりゃ。いとこといや、また手紙が届いてたぜ。私の親から？久しぶり、元気にしていますか？オイゲンさんに迷惑はかけていませんか？何か失敗して危ない目にあったりしてないか心配です。って、また帰ってこいの手紙じゃん、これ。私は楽しく聞くしやってるのに、なんで水さそうとするかな。っていうか、これまで順調にやってきてんのにさ、もう。たまの手紙くらい多めに見ようや。ふーんで、どんな手紙出したって同じことしか言わないんだもん。もう手紙なんか出すもんか。ああ、お前最近返事書いてねえのか。いいの、もうこのことはほっといて。しかしバカンスの行き先がベンリク島とは変わってんな。あそこは漁師しかいねえ島だろ。ん？そうそうそうなの。それがね、最近よろず屋さんがリゾートに再開発したんだって。ミザリアやユディスティラとも違う変わったものが名物って聞いて、いても立ってもいられなくってさ。俺も知らねえような情報を集めて、さすがだな。だってせっかく海に行くならみんなで楽しく過ごしたいし、事前調査はやっとかなきゃね。ははっ、よっ、こりゃ期待してよさそうだぜ。俺とラカムは外で別件済ませてからまたこの島に来るからよ。それまでカレンを頼むぜ。オイゲンも早く合流しなよ。うん、そうさせてもらうぜ。と、見えてきたな、あの島だろ、ほら。
だ。海だ。カレンさん、とっても嬉しそうです。暑い。この暑いのにあの子、よく走ってられるわね。わあ、ガキンチョみたいに走って転んじまわなきゃいいけどよ。あの水着、よく似合ってる。まあ、私がデザインしたんだから、当然といえば当然だけど。カレンさん、とってもお気に入りみたいですよ。穴場で過ごすプレミアムな時間を演出する最高の水着をテーマにコーディネートさせてもらったわ。穴場？言われてみりゃ観光客もそんなにいねえような。弟がアイルが言うには、漁師の島だったのをよろず屋さんがリゾートに再開発したんですって。そうそう、よく知ってるじゃない。コンセプトはワンランク上の静かなリゾートだったかな。だから柄の悪いのが近づけないくらいいいところなのよ、ここ。ワンランク上って、私たち場違いじゃないでしょうか。堂々としてればいいのよ。だって私たちオーナーとも知り合いなんだし。そうですね。じゃあ思いっきりリゾートを楽しんじゃいましょうね。これが海。これほどまでに大きいとは。このビーチを制して大人へのさらなる一歩を踏み出すのであります。うん、波が。この波というのは油断ならないものでありますね。シャルロッテさん、海の水は怖くないですよ。別に自分は怖がってなどいないであります。寄せては返す波、刺すように照りつける日差し、とっても情熱的ね。なんだ氷の姉ちゃん、ずいぶん海が気に入ったみてえじゃねえか。海初めてなの。不思議ね、あの水たまりに魚がいるの。いや、この島の海に魚は多くないらしい。え、もしかしてこの島ではお魚が食べられないんですか。魚はな。だがその代わり貝などの定生生物が多く生息しているそうだ。ジークフリードさん、詳しいんですね。昔とある貝を求めて旅をしてな、噂や文献をたどるうちにこういった生き物に詳しくなった。運命の相手を探す騎士。しかし思い人は貝だった。にしても珍しいよな、ジークフリートが海でバカンスなんてよ。貝などの多いこの島の環境を知れば
ヘイドラッヘに持ち帰った貝の世話に役立つだろうと思ってな。なるほど。生物と騎士、切り口としてはありなのでは。本物の騎士様の話ってやっぱり想像が広がるわね。聞き漏らさないようにしないと。話がそれましたね。すみません。それでここで食べられるものって何なんでしょう。衛星生物と言われてもピンとこないでありますね。貝やカニ、タコ、エビなどを指すらしい。あ、それからこれもアイルが言っていたんですが、この島ではもう一つウニというとても大きな海産物が有名なんだそうですよ。そう、ウニ。黄金色に光る柔らかい身を口に入れればゴーレムもとろけるって評判なの。ウニ、どこで食べられるかをバッチリ調べてきたから、みんなで食べに行こうよ。みんなで、ええ、ウニ食べてみたい。よし、じゃあ早速向かうよ。目指すはこの島一のレストラン。野郎どもついてこい。張り切ってやがんな。この休みが終わる頃にはみんなヘトヘトになってそうだぜ。アイル、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのね。これからみんなでお食事ですって。姉さん、俺はいい。いまいち馴染んでないしな。姉さんはあいつらと遊んでこいよ。うんうん、一緒に過ごしましょう。アイルが海に来たがるなんて。これ何やってんだよ、アイル。お、急に出てくるな。ほらほら、ついてこないとはぐれちまうぞ。あ、お前押すなよ。なんだ、仲良くしてるじゃない。とても楽しいわ。こんな風に団長たちと海岸を歩くの好きよ。この先に新しくできた宿場町があって、そこのレストランでウニが食べられるんだって。カレンさん、本当に張り切ってますね。やっぱりこういうところで美味しいもの食べたいし、楽しみがなきゃ依頼もやってけないじゃん。今回はパーッと使わなきゃね。
すっからかんにしちまわねえように気をつけろよ。大丈夫。そしたらまた依頼たくさんこなせばいいんだから。食べきれなさそうです。というか逆に私が丸飲みされそうなサイズね。深い海の底に住み冷たい水を好むか。なるほど、興味深い。すみません、今煮料理は出せなくて。なんで？煮のシーズンって今じゃないの？そのはずなんですが、このところ市場に煮が出回らなくなってしまって。そんな。残念なんだけど、ニーはここじゃ食べられないと。あらあら、それは残念ですね。でも漁師の村まで行けばもしかしたら手に入るかもって。市場に出回ってないのにか。泥に終わったりしないだろうな。しんないけど、遊ぶポイント下見しながら歩いてみるのもよくない？ね、アイルもせっかくお姉ちゃんと来たんだしさ。10人みんなで海か。青春っぽいことできると思って憧れてたんだけどな。私なんで一人で座ってるんだろう。出やがったな、ならず者どもが。ここで会ったが100年目だ。おい、俺たちの船は無事だな。ああ、陸に上がっちまえばこっちのもんだ。いつものように叩きのめしてやれ。この騒ぎ、まさか。おっと、なんだべと思えばここにもいたぜ。
金持ちっぽいアメコだっちゃ。あなたたちは、おめえ観光客か。おいたちに見つかるとは運がねえな。それあなたたちの方かもね。そんだる容赦はいらねえ。やっちまえ。うせろうせろ、そのとおり。覚悟する。さあ片付けるよ。へい、よし。うせろ。覚えてやがれ。ぶっ潰してやるよ。やったわ。ハッピーエンドでなくちゃね。愚痴を離せやがれ。お姉さん大丈夫？え、怪我とかないですか？うん、そのご安心を。この程度の輩、自分たちの敵ではないのであります。うん、ありがとう。私ソーンっていうの、よろしくね。仲間に誘われて海に来たのだけれど、ちょっと気分が悪くなっちゃって休んでいたの。抜け完了だ。うう、はい、連中縄ほどきやがったぞ。バカどもがよ、ブーズの長さ隠した台風で気づかねえとは間抜けだっちゃな。はいはい、ストップストップ、そこまでにしときな。ん？
なんだってめえ。お前らみたいなの相手に名乗りたくもないんだけどね。ま、知りたいなら教えてやろう。俺は十天衆の頭目、全空最強の武器の使い手たちを滑る天聖剣王のシエテ様だ。最強だ。丸腰で何ができるっつんだ。やっちまえ。残念、武器ならいっぱいあるぞ。な、何こいつ。千の首を落とした処刑人の剣に、一振りで竜を真っ二つにした勇者の剣。これは何だったかな。そうそう、かすり傷一つつければそこから延々腐ってくっていう最悪の呪いがかけられたやつだったな。剣の持つエネルギーを複製したものだが、威力も魔力も実物と遜色ないぞ。さて、どれで切ろうかな。剣の神様の、なんかわかんねえけど、やべえのが出てきたな。いや、おやつに報告だ。でしょうか、あの人たち。まったく、リゾート地だってのに随分な治安だな。なんかとんでもねえやつが出てきやがったぞ。やあやあ、君たち観光客。俺の仲間を助けてくれてありがとう。心から礼を言うよ。仲間っていうことは、もしかしてこのお姉さんも十天衆。そうだよ。紹介しよう。こちら最強の弓の使い手、マガンのソーン。マガンで全てを見通し、同じ島に立つ標的ならどこにいようと射抜いてみせる魔導級の名手だ。おいおい、そんなにすげえやつなら、オイラたちが割って入ったのはとんだおせっかいだったってわけか。ううん、そんなことないの。私の目、この島と相性が悪くて。日差しは強いし、海面に反射するしで、あまり目が見えていないのよ。だから、さっきは本当に助かったわ。ソーンの目は、常人離れした視力からか、光に敏感らしい。まさかソーンの魔眼が仇になるとは、俺も思わなかったよ。うん、これじゃ依頼も満足にこなせなさそうね。依頼？そうそう、ちょっとシェロちゃんから依頼が来てるんだよね。ま、リゾートとしてもいいところだし、依頼片付けたら休暇でも取ろうって思って招集かけたんだけど。別件があるとか音信不通だとかで、
集まったのが俺含め3人だよ。俺人望なさすぎじゃない？ご覧の通り、ソーンもがっかりでさ。参ったよ、正直。え、別にそんなことないし。そういえば、3人で来たって言ってたけど、もう一人は？ああ、確かあの辺に。グラウンドゼロ！あそこにいるのが最強の斧の使い手、十天衆のサラーサだ。いつもはこれで魚が浮いてくるんだけどな。あれか？この辺の魚は強いのか？じゃあもう一回だ。メテオスラスト！立って食うほどの大ぐらいでね。その実力というか怪力は折り紙付きだ。おい、サラサ、それ以上は環境破壊になるからやめとけよ。うーん、しーてー、この海全然魚が取れないぞ。まあまあ落ち着けって。言ったろ、この海で獲れる魚は少ないって。そうだな。で、ウニはどこで獲れるんだ？早く私食べたいぞ。わかったわかった、まずは依頼を片付けてからだ。十天衆が呼ばれる依頼ってそんなに深刻なの？島の状況らしいね。でも俺たちも島に来たばかりで状況がつかめてないから、これからよろず屋に話を聞きに行くんだ。それでシェロがいる漁師の村がどこにあるか分かったの？それがまだなんだよな。団長、漁師の村ってどこか知ってるかい？それなら彼に案内してもらってるところだぜ。ねえシエテさん、私たちも一緒に話聞きに行っていい？島でトラブルが起きてるなら知っておきたいし。もちろんいいよ。何せ情報が全くないからね。案内がてら島の情報を教えてくれると助かるよ。お待たせ、シェロちゃん。遅くなって悪かったね。ちょっと道に迷っちゃってさ。いらっしゃいませ。遠いところをわざわざありがとうございます。おや、団長さんらまで来ちゅうか。久しぶりやか。元気にしちょったか？カッタクリさん、はい、私たちはバッチリ元気ですよ。よろず屋さん、なんか大変なことになってるって聞いたんだけど。実はですね、この島の名物のウニを狙った密漁者たちが出ているんですよ。
もしかしてそれでウニが市場に出回らなくなってるの？はい、おかげでレストランが閑古鳥でしてね。確かウニはこの時期のアウギュステの収入源の大部分って話だろ。そうなんですよ。ですから早急に解決しないことには島全体の経済が危うくてですね。おまけに密漁者たちの動きが変わってきちゅう。というと？前までは隠れてウニを取るバーじゃったけんど、ウニ漁師が襲われるようになっちゅう。漁に出るたびに漁船が破壊されて、密漁者も立ちが悪くなったものです。俺たちが先ほど巻き込まれた騒ぎはそれか。観光どころではなくなってきたな。イシュン、どうしたの？迷惑な人たち、みんなと過ごすバカンスを邪魔するなんて許さない。だね。なんならシエテさんたちを手伝う？ならず者に警戒しながら遊ぶのも楽しくないもんね。に手伝ってもらえるなら事態が早く解決しそうで助かります。早速報酬の話をさせていただきます。と、じゃあ今わかってることを教えてもらいたいんだけど。密漁者たちはぎっちり海の上で襲ってきゆ。現に巻くこと早い船を使いゆうが。さっきは漁師たちが運よく相待ちせずに陸まで逃げ切れたぜよ。そういえばあの船は一体何なの？アウギュステには何度か来たけど、あんなに速い船は初めて見たよ。それがな、誰にもわからんぜよ。手漕ぎでも帆掛け船でもないにかわらん。手漕ぎも風も使わない？菊艇の動力でも使ってんの？聞いた限りじゃ惚れちゃなさそうだ。とにかく素早うて、すれ違いざまに漁師の船を見しくれていきゆう。何しろ密漁者が出たちや思えば、暫時漁師の船が沈められゆうが、目撃情報も手に入らん。ってことは密漁者の正体をつかむなら二漁に同行してこの目で見るのが一番かな。ああ、危険な仕事ぜよ。じゃあ早速漁師さんに同行の話をつけに行きますか。なんだ、やっとウニ食べに行くのか？いやあ、アーマー、菊池さんら連れてきたぜや。十天衆を滑る頭目、天聖剣王のシエテだ。団長の菊団の団長代理のカレンです。で、こっちが団長。なんかおかねえおっちゃんだな。歯医者さんに聞こえたら失礼じゃん。
子供か。団長さんたちはお若いですが、とってもお強いんですよ。団長代理のカレンです。密漁者が出て困ってるって聞いて、私たちも力になれないかと思って。どうしよう団長、なんか私じゃダメっぽい。断る。待ってください。喧嘩はやめてください。ちょっと、いきなり襲いかかってくるって何なの。死ぬ。は？死ぬって、私たちが？って、どこ行くの？待ってよ。あのおっちゃん、なんだかわかんねえぞ。どうせよそ者の女の子って私のことバカにしてんでしょ。なあ、何があった？頭目の旦那がえらい難しい顔で出てきたんだが。なるほどな。そりゃ旦那もへそ曲げるかもな。よっぽどのことがなきゃ海漁に部外者は連れてけねえんだ。こりゃ参ったね。密漁を何とかするって依頼を受けてきたんだが、情報がないことには動けない。なら俺たちに何でも聞いてくれよ。さすがに船に乗せる許可は旦那にしか出せねえが、できることをさせてもらうぜ。じゃあこの場はシエテさんに任せて、私たちも手分けして聞き込みしよっか。海の密漁は今も相変わらず続いてるみてえだが、どういうわけか市場にも闇にも流れてねえ。悪いな、せっかく島に来たってのに、うめえ海を食わせてやれなくてよ。漁師として情けねえぜ。海漁に使う船は特別製だ。海の棘は水面まで伸びるからな。分厚い装甲板を張らなきゃ貫かれる。しかしあれだけ頑丈に作ってんのに、密漁者どもには船を沈められちまう。奴らどんな手を使ってんだか。俺たち腕っぷしには自信があるぜ。でなきゃ二漁はやってけねえ。二は海の魔物より数段厄介なんだ。だから何年か前に密漁者が出始めた頃は、
俺らが自分で追い払ったもんさ。だが密漁者が妙な船を使い出してからうん、密漁するからには売るのが目的かと思ったが、市場にも闇にも流れてないとはな。には闇で流しても結構な値がつくって話だが。わざと流通を止めて値を釣り上げようとしているとか。いや、あれは収穫後は日持ちしないという話だ。保存するなら生け捕りにして買うしかない。海中で買うか、巨大な生けすを用意する必要があるが、あれの生育環境を再現するのは難しいだろう。そもそも生け捕りは無理ですね。聞いた限りじゃ下手な魔物より凶暴だし、あの図体だし。じゃあ捕まえて自分で食ってるんだろ？その線もないな。密漁者が出る頻度からして自分で消費しきれる量じゃない。お金儲けを企んでるなら、わざわざ船用意して漁師さんと戦ったり、ちょっと手間かけすぎね。密漁の目的が分かれば、敵の尻尾がつかめると思っていましたが、難しいものでありますね。で、ソーンの方はどうだった？空から眺めてみたんだろ？ダメね。やっぱり水面の反射がきつくて私の目が活かせない。せめて陸の上なら足跡なりの痕跡を追跡できたのだけれど。こりゃ思ったより難航しそうだな。頭が痛くなってきました。やっぱり漁師さんについてかなきゃダメか。海だ！海が浜に上がってきたぞ！なんだと？あれはかなり深い場所に生息するはずだが。近づくな！誰か盗賊の旦那を呼んできてくれ！この勝利は次の戦いの礎となる。この
当然。普段相手にしてる魔物に比べればこんなもの。せい。え？ちぇ。あ、アーマさん。怪我は？大丈夫。そうか。おい、ジョーちゃん、大丈夫か？ウニは生命力強いからよ。バラバラにしてもしばらくトゲは動く。危ないところだったな。私のこと助けてくれたの？アーマさん、よそ者が嫌いなんじゃ。いや、そういうわけじゃねえ。旦那は難しいっつうか、言葉足らずっつうか、不器用な人でよ。